ついに告発騒ぎとなった東京江戸川の違法建築地帯。ここ獅子骨町周辺は緑地指定地区で建蔽率は1割、違法を承知の敷地ほとんどいっぱいという建物7000戸が無届けで建てられているのです。一坪の土地付きで1戸当たり200万円という格安料金のため飛ぶように売れています。同じ違法でも我々のようなこういうんだったら、これはやはり必要悪ですよね。これがなかったら庶民じゃ本当にうちが手に入らないんじゃないんですか。家が欲しいという切実な願いを背景に、無届け工事は続々と進められています。江戸川区役所では現場におけるあの担当園のね、現場における権限がないということが一番大きな原因ですよね。例えば大子どもがね、月給泥棒とか、とにかく聞きに耐えないようなね、暴言の勧誘を尽くしてもですね、それに対して、この区では6人の担当課員が年間数千件の家屋建設を監視する傍ら、抜き打ちの査察を行い、今年だけで300件もの違反を摘発してきました。工事中止の紙を貼っても法律的に制約するためには手続きに2ヶ月もかかります。そこで悪徳業者は警告を無視して短期完成の突貫工事を行っているのです。この日は偶然に違法建築の建て売り業者と鉢合わせ。早速御用となりましたが、罰金が10万円以下とあっては大した制裁にもなりません。昨日工事中止の警告書を貼られた建築現場、今日も工事は着々と進められています。下見の客の姿もちらほら。再び建築 G メンのお出ましです。しかし動じる様子もありません。屋上の職人は逃げるが勝ち。G メンに追い立てられて、しぶしぶ現場を立ち去って行きました。G メンが帰ってから30分。辺りの様子を伺いながら、一人また一人と集まってきました。住宅難時代の中でおびただしい業者を相手に、果てしない追いかけっこが続いています。